どうもヌヌです。マリオカート8デラックス第今回で100回目、マリオサーキット 150cc 現在レート4329。どうもお久しぶりです、キスメです。今回マリオカート実況100回目ということでお祝いに来たよ。というわけでヌヌよ、100回目なんだからそれに見合った走りを見せておくれよ。行きなし、スタートダッシュ失敗してるじゃないか。痛恨、100回目にしてそんなミスをすると思わなかったよ。本当だよ、100回も実況動画出してるんだぞ。わら、行きましょう、焦らず。そうだね、ヌヌはすぐ焦るからな。まあしょうがない。にしても毎日1本動画配信で今回100本目、そして多少ながらも動画を編集してアップしているわけですが、編集大変になるからという理由で私のことを放棄するのは、たまには私を登場させなさいよ。アイテムが取れてない。ああ落とされた。2周目、現在7位です。ここからヌヌはどんな追い上げを見せるか。2周目にしてやっとアイテムを取れた感じ。スターを入手するも、その効果を生かして追い上げとはいかなかったヌヌ。何？ファイアボール？雷。ブーメラン、雷とライバルの猛攻撃。コインも回収どころか消費していてマシン性能を活かせない。そしてバナナにダイレクトアタック。ついてないな今回。さあ3周目だね。現在8位、これはちょっと厳しいか。バックンダッシュをフル活用しても前方を走るライバルに追いつけない。そしてゴール。一時はどうなるかと思ったけど、まあ、いい4位と目標5位より良い結果に。はい、第2レース、ドルフィン岬 150cc かな。今回はスタートダッシュを決めてくれよ。はい、今回はちゃんとスタートダッシュを決めて、アイテム取って、ジャンプアクション。ジャンプアクション、コイン使って、3枚。アイテム取って、アイテム勝ちた。ああ。さて2周目、現在8位。しっかり丁寧に走っていこうねヌヌ。キノコダッシュでショートカットで順位を上げた。さあ3周目、現在3位と好調だが気は抜けない。後ろからファイアボールが飛んできてた。でも取れたかな。気
キノコ1個あるけど、とりあえず様子見で持っとこうかな。効果抜群。1位。最終入手アイテムで赤甲羅2つ入手し、前方を走っていたライバルが防御アイテムがなかったのが今回の勝因となったね。さあ第3レース、サンシャインク 550cc。とりあえずスタートダッシュは成功。誰か間ね、スタートダッシュっていうか失敗した人いるね。ダブアタイ、ジャンプアクションできなかったな。とりあえずコインは回収して、現在2位。後方ライバルの赤甲羅を赤甲羅でガード。アイテム2つになって、キノコはとりあえず取っておこう。防御アイテムがないのがちょっと怖いとこだから、1個ぐらい使っとくか。お化け状態から回復したものの1位に追いつけないな、なかなか。あとりあえずコインは回復。今回は1位との距離の差があったため、2をキープできるようアイテムを保持したり使ってみた感じだね。はい、というわけで今回第100回目なので、1回増量でドスン遺跡 150cc。 1回増量って、わら。とりあえずスタートダッシュを決めて、落ち着いていきましょうね。本当に落ち着いていきましょうね。なんだかんだ焦ってんだよな。なんだかんだね。ジャンプアクション決めて、現在1位。カーブはインをついて、コインも取りつつ、まあ10枚なんだけど、10枚じゃなかったらいい。
7枚だった。ジャンプアクションに秘めて、やべ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 、だから落ち着いてって言ったのに、なぜか知らないけど焦ってしまうのね。スーパークラクション持ってんの怖えなあれ。こっちはバナナ2個だぜ。しかもバナナの皮が2個だぜ。おうおうおうおお。一ブーメラン。緑コーラアタック。三緑コーラおかわり。四パックン噛みつき。おい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 。これはひどいな。とどめの雷。というわけで、おまけ会、マリオカートの洗礼とも言うべき、調子こいて走っているプレイヤーを容赦なく完封泣きまでに叩き伏せるという恒例行事、まあ、プラス1点取って4384点。